ああ、おかえり。番組の録画予約を済ませておいた。確認だけど、今日から数日、他に予定はないね。お？録画？お兄ちゃん何準備してるの？おいおい、リン。もうすぐ何の日か、覚えていないのかい？あ、思い出したかも。ニコの訴訟が始まるんだっけ？うん、それだ。もう何日かしたらビジョンによる爆破事件の裁判が始まる。我らがニコもカンバス通りの訴訟代理人としてテレビに出るんだ。表舞台に立たなかったとはいえ、僕たちも多少は関わったんだ。審理の一部始終を見届ける義務があるし、ついでにビデオに記録しておこうと思ってね。そこまで考えてたなんて。ちょうどテレビエリーが特番をやっているよ。特に用事がないなら一緒に見よう。ビジョン爆破事件後半直前特別番組です。時刻だけど、まだ荷造りをしてるの？つうかニコの親分、裁判に出るだけなんだろ？にしちゃ荷物が多くねえか？分かってないわね。都市中を震撼させた大事件なのよ。ジャトヤの名を広めるまたとないチャンスじゃない。注目を浴びるんなら完璧に決めていかないと。でしょ？それだけじゃないわ。傍聴席の潜在的顧客にアピールするためにパンフレットだってたくさん刷ったのよ。ニコ、スマホが鳴ってるぞ。ノックノックの通知じゃない？あら、ありがとう。ニコ、どうしたの？なんでもないわ。あ、わかったぞ。借金の催促だったんだ。違うわよ。もう人聞きの悪いこと言わないで。借金なんかしてないわ。パエトーンと信頼できる知り合い5人以外には。前の月より増えてるぞ。ニコ、何があったの？誰からのメッセージ？あれ、おかしいぞ。本当に誰なんだ？いっぱい送ってきてるくせに全部空のメッセージ。うわー、もう我慢できないわ。などが後半の争点となるでしょう。続いてはスペシャルゲストをお迎えして。パールマンはどう見ても黒なんだから、審理はスムーズに進むつもりでいたけど、法廷ではどんな些細なことでも議題に上がるらしいし、油断できない展開になりそうだね。道理でずっとニコがこの件に悩まされていたわけだ。パエトーン！こんにちは、プロキシ先生。ニコ、アンビ、どういう風の吹き回しだい？第一、君ら今日は専用機で最高裁に向かうんだろう？ええ、本当だったらね。でもあんたたちにどうしても相談しときたいことがあるの。出なきゃおちおち法廷にも出らんないわ。相談って何かあったの、ニコ？パエトン、この前白義重工の記憶阻止を解読するために私に頼んできたわよね。ハッカーのレインにつなげてほしいって。ニコ、この後に及んで両親の呵責に耐えかねたのかい？
本当は知り合いじゃなかったと白状されても今更な。違うわよ、よりによって私のコネを疑うわけ。いくらレインが今インターネットで話題の売れっ子ハッカーだからってこの私のオファーを断るはずないわ。ただなんだかあっちの方で妙なことに巻き込まれてるみたいなの。ふん、なんか陰謀の匂いがするね。陰謀かどうかについてはまだ何とも言えないわね。とにかく事の経緯をまとめると、最近私含めレインと連絡先を交換してる大勢がちょくちょく空のメッセージを受信するようになったの。最初はみんな特に気にも留めてなかったわ。でもそれが2週間も続いて、おまけに当のレインはそのメッセージを送ってくる以外蒸発しちゃったみたいに消息がないの。そっからどんどん妙なことになってきて、前は何日かに1回送ってくるくらいだったけど、今朝になっても5、6回も送ってきてるんだから。なるほど、確かに妙だな。ティエリー、レインが送ってきた内容を見てくれない？本当にただ空っぽのメッセージなの？かしこまりました、マスター。マスター、分析の結果、これらのメッセージには確実にいかなる内容も含まれていません。ですが位置情報は暗号化されていないようです。解析の結果、送信場所は新エリート市内のバレーツインズという建築物付近です。ちょっとタンマ、バレーツインズですって？バレーツインズに何か問題でもあるのかい？顔が真っ青になっているけど。プロキシ先生は都市伝説の類に興味がないようね。バレーツインズというのはとあるツインタワーの名前なの。最近そこで心霊現象が起こると話題になってて、噂によると。ストップ、アンビ、そこまでよ。とにかく事実として言えるのは、あの2頭はもう何年も前からホローに飲み込まれてるってことだけ。レインがあそこからメッセージを送ってるだなんて考えられないわ。あんたたち2人が特別なだけで、普通はホローの中と外部では一切通信できないはずだもの。あのハイスペックなフェアリーが言うからには間違いないはずだ。リンはどう思う？ニコは随分参っているみたいだし、僕たちだってレインの助けを必要としている。いっそのこと直接バレーツインズを調査しに行ってもいい。賛成。私幽霊とか信じないたちなんだよね。ニコ、僕たちがレインの行方を調べてこよう。フォローに入る可能性が高いから、アンビーたちは借りてもいいかな？マッチならいよ、別に後半にいなきゃいけないってわけじゃないから。あ、そうそう、顔が分かってた方が何かといいでしょ。これを持ってって。ニコ、この写真の通学リュックを背負った女の子がレインなんだね。そうよ、それがどうかした？この子うちの常連さんなんだ。へえ、人は見かけによらずだね。あんたがそれ言う？パエトーンがビデオ屋をやってんのも大概よ。とにかくレインのことは任せたわよ。私はこれから治安局に行って専用機に乗るから、お先に失礼するわ。プロキス先生、今からビリーとネコマタを連れてくるわ。バレーツインズの近くで合流しましょう。じゃ。ツインズってのは対岸のホローの中。
マジであそこから連絡を。おわ、見ろよ、ホローの上。あ、バレーツインズの屋上。そっか、強制ホローが縮んだらしいけど、それで一番上だけはみ出したんだね。ってことは、ニコに来たのはあそこからのメッセージってこと？そうだとして、何を思ってあんなとこに行ったんだろう。みんな、まずは屋上に行ってみよう。着いたね。ここがバレーツインズ。立派なもんだぜ。おお、なんかここ寒くね。確かに中はピカピカなのに妙に居心地悪いぞ。警戒して、霧が濃い、何か潜んでるかも。先を急ごっか、ここにいちゃまずいかも。目標フォロー、バレーツインズの内部に入ったことを確認。バレーツインズはずいぶん前からフォローに飲み込まれているから、内部の照明器具がダメになっているようだ。探索ルートの全貌が把握できない。みんな気をつけてくれ。電気を消してろうそくを灯す。ニコみたいね。それって節約術？それとも催眠術？大丈夫かい？油断した。まさか突進してくるなんて。なあ、俺たち踏み出しに戻ってねえか。変な敵はできる限り避けよう。
さっきのやつはどこ？油断は禁物だ。知能化された管理端末は正常に稼働しています。島内の管理端末を起動すれば付近一帯の探索可能エリアを明らかにできます。光が怖いのか。ならもっとたくさん端末を起動するぞ。
敵が来た。左に逃げるんだ。待って、懐中電灯があるわ。そうか、店長、懐中電灯の光を奴に当てるんだ。エーテル活性反応が消失しました。本当に効いたね。けど電池の消耗も激しい。全部使おう。視野を広げればその分敵を見つけやすくなる。よし、敵を追い払えた。よし、敵を追い払えた。よし、敵を追い払えた。やっと厄介なエリアを突破できた。店長、早く行こうぜ。
なんか普通のホローよりもしんどくねえか。ここ迷路みてえに入り組んでるし、寒くてジメジメしてるしよ。変えたばっかの膝関節が錆びちまわねえか心配になってきたぜ。ビリー、得体の知れない B 級品には手を出さない方がいいぞ。やけに安いお店でご飯を食べたらお腹を壊しちゃうのと一緒だ。どうかしたか、アンビ。建物に入ってからずっと視線を感じる。あ、俺もなんか入った瞬間からゾワッときたんだよな。足元をしょっちゅう何かがすり抜けてく気がするしよ。っておっと、いたそばから。それは私の尻尾だ。ああ、なんだな。なあなあ店長、前にホローでさ、周りの状況をいっぺんに探知してくれたことあったろ。あれもう一回やってくんね。何か急いだぜ、この辺。ごめん、今は難しいかも。ここには裂け目がいっぱいあるし、ホローのデータも結構古いから、進みながらもっとデータを集めないと。待って、近くに何かいる。エーテリアスよ、まずは奴らを殲滅しましょう。こいつら一体どっから湧いてきやがった。こいつらとは戦いたくないぞ。ここのエーテリアス、どいつもこいつも気色悪いぞ。バン、ロッキー。怪人でも突撃する。聖なる星の光を浴びろ。怪人でも助けがいるの。爪を閉じに来たぞ。で、ロボタブルは下がってどこかに行って。一掃するぜ。逃げられないぞ。どう返し。アンビ、さっきの視線だが、エーテリアスだったな。本当にそう。店長、次はどっちに行く。ちょい待ち、どれどれ。よかった、お花はまだついてる。これ、ハサミ。お見事でした。さぞたやすい道中だったでしょうが、ここが終点です。狼、ここは私有地でして、来客はお断りしています。30秒でご用件をどうぞ。それ次第では。して皆様、ここは立ち入り禁止につき即刻行ったはずです。武器の手入れと床磨きは日々欠かさずと。すみません、レイカーさん。エレン、勤務中ですよ、姿勢よく。はいはい。カリンちゃん。カリンちゃんだ。猫又様、それに調査員様。カリン、面識が。はい、そうなんです。ホローで迷子になっていたカリンを助けてくれた方々なんです。なるほど。リナ、もういいでしょう。はい。いつの間に。鋭い子ですわ。一時はバレてしまうから。まだまだアミーナ。顔見知りなのでしたら手間が省けます。申し遅れました。私どもはビクトリア家政です。
ビクトリア火星。聞いたことのない名前ね。ちょっとアンビー、正直私もカリンちゃんと会うまで知らなかったけど、言い方ってのがあるでしょ。まあ優しい子ですわね。ですがお気遣いは不要ですわ。私たちは新エリートにおける少数の止める方々にお仕えしているんですもの。世間一般に知られていないのは道理ですわね。うん、私たちが貧乏だって言いたいの？まあ反論できないけど。皆様どうか従業員の出現をお許しください。ビクトリア火星の執行責任者フォン・ライカンが代わってお詫び申し上げます。私どもは本日バレーツインズのオーナー様のご指示で設備のメンテナンスに参りました。バレーツインズのオーナー？でもこのビルを建てたバレー兄弟ってもうとっくに破産してるはずじゃ。さようでございます。おっしゃる通り、このバレーツインズは長きにわたり抵当に入れられておりましたが、近頃当局がラマニアンフォローの活性低下に乗じて強制フォローの鎮圧を図っています。それが実った暁にはビルの価値が向上すると踏み、ご主人様は手付金を振り込まれました。フォローの中にある建物に投資するなんて、さすがお金持ち、発想が大胆。まあそのおかげでまたこうやってカリンちゃんと会えたんだけど。猫又様、調査員様、またお二人にお会いできてカリンはとっても嬉しいです。ところで皆様はどうしてこちらに？ここはご主人様の私有地ですから、教会のお仕事でいらしたわけでもないですよね。カリンちゃんさ、そんなの分かりきってんじゃん。あ、それよりなんか暇つぶしになりそうなの持ってない？スマホの充電切れちゃった。すみません、お役に立ちそうなものは。じゃなくてエレンさん、どういうことですか？つまりお客様方は調査員ではないということですわ。カリン以外はとっくに気づいてたみたいだね、私たちが怪しいって。そのように警戒なさらずとも、ビクトリア火星が席を追うのは雇い主様のことに関してのみです。フォローでご活躍されてる非公式の方々に非礼を働くつもりは毛頭ございません。ましてやあなた方はカリンのご恩人、胸の内を明かしてくださるのならこの場を訪ねてくださったお客様として私どもも可能な限りご協力いたします。そこまで言われちゃったら白状するしかないね。実は私プロ棋士なんだ。なんとあなた様がかの伝説のプロ棋士パエトーンだったとは。ここへは失踪されたご友人を探しにいらしたのですね。ライカンさん、お仕事の最中それっぽい人を見かけなかった？早速お役に立ちたいところなのですが、当局に配布されたキャロットのデータが古く、私どももまだ島内の状況を把握しきれておりません。リン、急に割り込んですまない。実はニコの方で少し面倒なことになっていて、ヘリポートに着いたニコから連絡があったのだけど、裁判の書類にジャトヤ全員で出廷すると書いてしまっていたらしく、ビリーたちも来るよう言われてるんだそうだ。ってことは俺らも飛行船に乗んなきゃいけねえのか？でもよ、そしたら店長の人探しはどうなっちまうんだ？申し訳ございません、聞き耳を立てておりました。ぶしつけながら提案をお許しいただきたいのですが、
プロ騎士様、私どもと行動を共にされてはいかがでしょう。あなた様は人探しをしており、私どもはホローのデータが古いために難儀しております。ここは互いに力を合わせましょう。そっか、その手があったね。うん、それじゃあお言葉に甘えようかな。恐れ入ります。あなた様のご協力があればヴィクトリア家政も順調に業務を遂行できることでしょう。ましてや伝説のプロ騎士パイトーンの名声は万人が知るところです。ご縁を紡げたとあればご主人様もきっとお喜びになります。しかしながら、まずはご友人方をお見送りされるのでしょうか。ではあなた様のご用がお済み次第、共に建物の奥へと向かいましょう。